富良野観光物語。富良野の春の兆しと夕焼け空。北海道富良野の3月、1年を24の季節に分けた二十四節気の啓蟄が過ぎました。地中に潜んでいた虫が地上に這い出てくるという意味の啓蟄。富良野の大地も厳しい寒さが緩み、雪解けも進んでいます。植物も長い冬に耐えて蓄えたパワーを少しずつ解放しているようです。柳の芽も膨らみ始めました。農家の方の融雪剤散布が始まり、一面真っ白だった田畑にも黒いものが混じり始めました。融雪剤は炭などの成分でできた黒い粉末で、これを田畑に散布し、太陽の熱を利用して雪を溶かしていきます。真っ白だった雪に黒いものが混じる光景は、富良野の春の訪れを告げる景色の一つです。白一色だった田畑の本来の姿に変わる準備が始まりました。雪の下でゆっくりと静かに春を待つ大地も動き始めます。長い冬から春へと季節が移り変わっていきます。夕方5時ごろ、西の空に日が傾き始めました。12月の冬至から啓蟄へと季節が変わり、すっかり日も長くなりました。厚い雲に覆われたわずかな隙間からオレンジ色の光が広がっています。雲の切れ間から太陽の姿が見えました。山際が夕日の色に彩られていきます。固く締まった雪面も夕日色に染めていきます。空の青と雲のグレー、太陽のオレンジ色の光、美しい景色です。あたりの空も雲も夕焼けに染まっていきます。明かりが灯ったような太陽が周囲を照らしています。
徐々に太陽の姿は山に隠れていきますが、オレンジ色の光は空に大きく広がっていきます。空全体が夕日に染まり、黄昏の西日に包まれています。ゆっくりと西の空に日が落ちていきました。空を彩る美しい芸術作品のようでした。今日一日もありがとうございました。